ぱり作ってるとこ見てないとね、落ち着かないんだよね。本当は前は毎週来てたんですよ。あ、そうですね。毎週来てた時はフレームもやってたし、ただハンドルの場合はもうみんな慣れた連中多いしね。でも日本で物を作ってて、やっぱりもう自分たちは好きなものを作ってるからいいんですけどね。で、自分たちのできないものはね、作らないのはトライアスロンみんなやるのいないし、トライアスロンはね、わからないからやらないと。で、ツーリングはね、ずっと昔からやってるからみんなできる。で、トラックはもうしょっちゅう打ち合わせやったり自分たちでね。で、カーボンをやるときにはやはりカーボン屋さんに頼んでたもん。で、頼んで物を作って売るっていうのは、それは本屋さんでもいいし、小売店でもね、チーム持ってればね、できることなんで、全ての工程が自分で作らないと 100% わからないのに、コストダウンの方は進めないんで、ね、やめてしまった。確かに一番になるにはカーボン、それで高くても買ってもらえる。自転車もね、ちょうどこのカーボンの値段リーズナブルだと思います。確かに軽いし、でそこそこの足の人だったらそれでもいいし、ただ安全かって言われるとちょっと大丈夫なのかなと思うところもありますけども、自転車って倒れるものでしょ。必ず倒れるんですよ。それは乗ってて倒れる場合もあるけども、置くときにパタンって風で倒れちゃったと。で、風で倒れただけなのにハンドル折れちゃったと。正直に弱いですからね、樹脂系のものはね。今金属のは安くて10年使おうと思ったら金属で選んだ方が間違いもない。それも少しでも軽く作ろうっていうのは永遠のテーマだから、常に黒森でも何種類か買って用意して、もちろんチタンもね、何種類もあるから値段に合わせてね、とことんやっていくものはやっていかなきゃならないし、アルミも本当に種類いっぱいありますから、この工場で流れてるアルミの種類ってやっぱり5、6種類ぐらいあるかな。似てる、さっきの材料置き場でね、似てるでしょ、色も形もね。丸いパイプばっかりね、あれだけあって、なんで間違えないのか。みんな一生懸命工夫してくれるから、ここで作ってるからそれがね、できる。それが中国みたいな。これだけ種類多いと教えるだけでも大変なんだよね。何回かチャンスがあって中国の話来て、土地も用意してあるから来てくださいという話もあったし、で教えに行って教えた通りにできて、それを日本に持ってきて売るにはちょっと難しいんじゃないかなと思って、残ったものがね、難しいものしか残ってなかったんですよ。で、中国に行くのも地獄だし、日本に残るともっと地獄だよってみんなに言われたので、どんどん減るから注文がね。で、減ったら自動車産業行けばいいじゃないかとか、オートバイ行けばいいじゃないか、そういう時代があってオートバイ行ったことあるんですけど、うちは輸出用で一番難しいやつを取りに行って、一番難しいのを取ってきて、流れた時はやっぱり嬉しかったよね。一本も折れないでオートバイで 125cc、 今でもちゃんと走ってるし、ジャンプもするし、ジャンプ用のもう最初から取れる山を越えていくやつ。そのタイプをシムワークスのハンドルを使わせていただいてるので、そう、強い認識で教えて。そうです。だからドンって言っても大丈夫ですよ。